ピアも笑ってほしい。 Happy, happy. 忘れちゃった笑顔も大丈夫、ちゃんと取り戻して。ミャオンダンスマンです。よろしくお願いします。お願いします。今回の NiziU、の Make You Happy という曲は、すごいなんかこう渋い展開で、渋い展開、はい、キーは元と違うんですけど、 C で説明しますと C7 とか F7 の繰り返しなんですよ。ほう。でこれ繰り返しっていうのは何かに似てんな、このコードの展開はと思ったら、まあ、いわゆる 60s のロカビリーとかロックンロールとかのコードにだから似てるなと思って、ほう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 。それで、ちょっと自分のジャンルとは違うんですけど、うん、チャックベリーさんとかですね、聞き込んで、まあ、ロックンロール風に仕上げさせていただいたと。まあ、C でいうと、まあ、C7、F7、G7 の、こういう、わかりますか？それチャックベリーの曲ですね。まあ、チャックベリーとかの曲も、いろいろ、でも確かにロックンロール的なものっていうのはみんな大体そういう構成でできてるんですけど、その、この2つの、19世紀に誕生したピアノ曲、チョップスティックなんですね。じゃあギターみたいな、じゃあカバーだ。
カバーですか、ね、そうそうそう、ジュピター、ジュピター、うん、え、そうです、ね、ジュピターってあれですか、平原さんですか、うん、あれだってそのままじゃん、これクラシックの曲ですよ、マジっすか、だキッスは目にしてですよ、はい、あれでもタイトル違うもん、あキッスは目にしてって、そうですよね、多分そう、エリーゼのためにでしょ、はい、おお、キスは目にしついてるんですよね、そうだ、そういうことだねそのチョップスティック日本ではトトとの歌とも言われてるっていう、俺はちょっとわかんないですけど、トトトトトトですね、あ、それだ、違う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 よ、なるほど、そんなわけないよ、なんかそのそのチョップスティッククラシック世界的に広まったのは両手の人差し指だけで弾ける、これがチョップスティック最もシンプルなバージョンって書いてあります、そういうことでよろしいですか、そういうことじゃないですかね、こういうことですね、あ、すごいね、それを左右対称なんだ、簡単そうに聞こえるメロディーをその名曲にしちゃうっていう、そうですね、すげえな、なんかロックとクラシックって融合するしてるジャンルあるじゃないですか、はいはい、ファンクとクラシックってのはあんまりこう歩み寄ったりはしてない、あのそうですね、ハードロックとかと比べると、クラシックがあんまり融合してないようでいて、ただあのヒップホップが出てきた頃の、いわゆるエレクトロって言われてるその DJ とかがあのいろんなところからあのなんていうんですかね、曲を引っ張ってきて、いわゆるあのディスコビートに乗せたりファンキーなビートに乗せたりっていうのがありましたから、何でしたっけ、運命だ、ジャ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 ンと運命でした、運命、ベートーベン、あれのディスコ知ってます、知らない、知らないですか、 あるんですか、そんなのあるんです、ちょっと聞いて調べてみます、ディスコでベート、運命、運命、 DJ がこうサンプリングみたいなのするのあるのか、今自分がすごい答えられちゃってることに今自分が驚いてます。そうですね、きっとだから私知らないっていうのそういうなんかクラシックから持ってきてディスコソウルファンクっぽいアレンジにヒップホップなんかはそうですけどしてる曲あるんじゃないですかね。今すぐ浮かばないけど。そうですね。あると思います。まあということで話はチョップスティックにそれましたけども、多分 J.Y. パークさんはすごく音楽的知識の広くて深い方で、そういういろんなところからこう西尾さんにどういう曲を歌って踊ってもらえたら楽しいんだろうかっていうものすごい引き出しをたくさん持った方なんじゃないかと予想するところですね、はい。